どうも、ジェイです。今日はね、3つ、話すこと3つ。まず1つ、手書きの楽譜のすすめ。手書きの楽譜だけじゃない、手書きのひらがな楽譜のすすめ。ということで、僕、昨日、知った、明日への手紙っていう曲があるんですよ。これを、こんな感じに楽譜作って、もうひらがなとコードだけです。これのいいところ、昨日聴いた曲だけどなんとなく歌える。っていうのはひらがなをこう、見ながら話すよね。こう漢字だと「元気でいますか?」になっちゃうんで、これひらがなだと「元気でいますか?」とこう、そのままメロディーっぽく書けるじゃないですか。なんで初めてやる曲でもそれなりにそれっぽくやれるっていうね。そんなひらがな手書き楽譜のおすすめでした。で、それを昨日、次2つ目ね、昨日なぜこの曲知ったかっていうのは、今この動画撮ってる間もやってるはずなんですけども、伊勢友っていうね、ひらがなで伊勢友、これ YouTube で伊勢友ってひらがなで打ったらいっぱい動画出てきますから、それでね、見てもらったら分かると思いますけども、伊勢友っていう、僕と同世代のね、九州の方ですけどね、がいまして、彼は本当にエンターテイナーですよね。もう、なかなかね、面白いというか、いい動画をいっぱい出されてる。お笑い系じゃないですよ。僕は結構、たまにふざける動画出しますけども、この伊勢友っていうね、人はね、かっこいい。もう本当にかっこいいを王道でいく形のところをこう突き詰めていく感じののが出されてますんで、ぜひね、検索していって、見ていただくと、多分僕の想像では好きな人はめっちゃ好きだと思います。でも逆にああいう人はアンチもいる。だからもう合うか合わないかはもうあなた次第ですけども、僕はすごい好きで、今もね、伊勢友深夜酒場っていう、YouTube のライブ配信されてるんですけども、後でいけるかな、この動画撮ってて編集してたら多分ちょっといけないと思うんですけど、時間がある時はまたお邪魔しますんで、伊勢友さん、またよろしくお願いいたします。で、その伊勢友深夜酒場の中で、昨日これ「明日への手紙」という曲を歌われて、あ、これはいいねと。で、そこでちょっと話してたことが、それぞれの今、弾き語り動画コンテストをやって、みんなそれぞれ自分の動画応募してますけども、それぞれみんな別の曲じゃないですか。これ例えばこの曲、この曲じゃなくてもいいんですよ。みんな一斉に同じ曲動画アップしたら、それぞれの、例えばこの汗の手紙って言ったら、それぞれの汗の手紙、それぞれのカラーが出て面白いんじゃないかなと思って、こんなんやってみたいなと思ってるんですけど、誰か乗りません?伊勢友さん、&小針さん、あと、軽装小部屋さんも、あと、ね、女性の方もね、サリちゃん、ミオ田中さん、ミオ田中さんとかめちゃくちゃピアノの弾き語り上手くないですか?あれ、応援動画じゃなくて、もう間違いなく、あれ、応募するクオリティですよね。見ました?アイラブってやつ。ヒゲ男爵リズムの。それ知ってる人少ないでしょ。というわけで、ちょっとそれましたけども、明日への手紙、ちょっと昨日、
聞いたんで、まあ触りだけですけど、ちょっと楽譜書いた分だけね、やっていきたいなと。されることってないでしょ、伊勢友さん。ちょっと伊勢友風じゃなかったですか、今の。あの語尾のフォール加減とかね。まあ、というわけで、まあこんなんで、これが2つ目ね。あのみんなで一斉に同じ曲やったら面白いんじゃないかっていうの。で、あと3つ目、これこの後ちょっとこの動画を今、まあ今弾いたのでも。今弾いたの良くないな。ちょっともう一回ちゃんと、あのよし、じゃあここからあの動画用弾き語り、動画用弾き語り。アップされてる方いっぱいいますけども、あの編集の仕方全然わかんないと。もうこれ動画撮ってアップすることできるけど、編集の仕方全然わかんないっていう人のために、今の部分をちょっと編集する作業をこうちょっと画面録画的にやって、ちょっとこうやってやったら編集できますよっていうのをちょっとできないかなと思って、それで今からやりたいと思って、これが3つ目でした。はい、というわけで、あともう多分1時間後ぐらいかな、伊勢友さん誕生日ですね。はい、誕生日おめでとうございます。またお邪魔しますんでよろしくお願いします。ではまた。あ、まだ続きますよ、あの動画、あのこの編集の説明がね。はい、では。